ワクチンの接種は続けられていたということです。新型コロナの感染が確認された上皇后さまは、昨日の夕方にかけて発熱し、現在は落ち着いていると宮内庁は明らかにしました。解熱剤や新型コロナの治療薬の投与などについては明かしませんでした。上皇さまは今日も PCR 検査をお受けになり、陰性が確認されたということです。周りの職員で症状が出ている人は今のところいないとしています。